皆さんこんにちは、ココチャンネルのココです。今日は長城市にありますミラック松屋さんは、何年か前にテレビで放送された激安スーパーなんですが、平日に来てるんですが、ものすごい駐車場、まあ、駐車場ないわけではないんですけど、平日なのにすっごい混み合っています。今日も何か素敵な商品に出会えたら紹介したいと思います。今日はコスパのいいお弁当を買って家族の夕ご飯にしようと思ってます。それでは行ってきます。すごかったミラック松屋さん、なんかすごかった。味のあるお店なんですよ。ミラック松屋さん、すごいお客さんを第一に考えているお店なんだけど、どこのスーパーもそうなんだよ。お店、お客さんを第一に考えて商品を売ってるし、それをきちんと広告にも出してるんだけど、ミラックス松屋さん、ミラック松屋さんはミラック松屋さんのすごいところは、とりあえず店内にすごいポップが貼られてるんですね。それも面白いの、なんか感謝のポップだったり、レジのところにも店員さんがこうポップ書いたような内容でこう一言ずつあって、週に1回私がレジの年齢の平均を上げていますとかなんかね、どうでもいいんだけど面白いんですよ。どうでもいいんだけど、それがすっごいなんかクスッと笑えるし、あったかいし、あと震災に負けないで頑張ろうとか。買ってきたものを紹介します。卵の L サイズ、いいな。すごいでっかいの、ほら250円の。でも大満足するような大きさなのに、わかりますね。17センチの定規を持ってきました。17+7=24センチ、縦24センチ、19センチ、約19センチかな、横19センチ。ご飯の量も測りたいと思います。で、250円のお弁当は22センチぐらいと19センチで、その弁当は250円で、一人で食べます。すごいすごい、チキンの大きさもすごいし、ご飯が なんとこの下に隠れてる。じゃじゃん、すごい、何グラムだろう、ちょっと測ります。じゃん、380グラム、約400だね。ちょっとこれ汚いのすいません。380グラムのご飯食べれるかな。では食べていきたいと思います。実食、戻します。いただきます。なんか男性の方がすごい多かった弁当、サラリーマンとか工事の作業服した男性の方とか、お弁当はこの他に焼き魚弁当、焼き魚弁当もちゃんと唐揚げも入ってるし、全部がボリューミー、ちゃんちゃん弁当持ってた。あれ、甘だれ、甘酸っぱい、うん、うん、うん、なんかこういうのも気になるよね。こういうの家族な、昭和41年販売してって書いてある。
何年前だろう。41年って言ったら何年前よ。56年前。56年前のラーメンの復刻ラーメン、復刻版だそうです。食べてみた。マルバ食品。ヒルサイズが100円ってすごいよね。これも19円ってびっくりだな。男の人だったらいいよね。男の人じゃなくても、あ、そうそう、女性の方たちも買いに来てた。キャッキャキャッキャ。なんか肉団子が有名みたいで、この肉団子美味しいなって言って。うん。でもこれココリコさん9時半ぐらいに帰ってくるんですよね、いつも。これはこれをさ、9時半に帰らせるの危険よね。ラビフのおじさんで、危険。あとチキンかチキンで終わりです。マヨネーズも大好き。ラーメンも好きなんですけど、米の方が好き。消化がいいので、米の方が好き。マイカコヒコさんも、すごい多いなんですね。カコタラも。若い時のデートはラーメンを3軒はしましたね。デートで。でも今、無理。食べ放題によく行ったりしてましたね。ココタロウが一番最初に喋った言葉は、大盛りですから。人生初めての言葉。梅干しと漬物が2種類あるのがなんか味変できていい。うん。嫌いな食べ物なんにもないんですよな。本当に豪華になるよ。魚の皮も食べるし、違いも食べるし、こしあん、つぶあん、大福、ケーキ、ホルモン、豚タン、何でも食べる。食べれないって言ってみたい。何でもバクバク。眠い。今からお昼寝したいと思います。平日なんですけど、ココヒコさんには内緒。ごちそうさまでした。お水なしで食べれました。あー、今からお昼寝します。でもなんかさ、ちょっとこれ気になるので、ちょっとこれ食べますね。これ食べ、なんか去年から10キロ太ってるんですけど、健康診断で10キロ太ったみたいで、看護師たちがこそこそ話して、で、体重結構あれたんじゃないのって、だって去年こんなに太ってないよこの方、あの体重結構あれたの。違います、私10キロ太りました。
っていうね。あ、大丈夫です。私10キロ太ったんですって。え、あ、そうなんですかって。体重計壊れてないですよ。ちょっと新発売だって。ハニーバターチキン。なんかガーリックの匂いがする。すんごいカロリー。おやすみなさい。多摩城市にあるミラック松屋さん、皆さんも機会がありましたらぜひ行ってみてください。安い激安の商品がたくさんありました。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。ふわもちコッペ食べてみよう。なんでちょっとお母さんも食べる。おいしいね。お昼寝から起き上がった私。もっちもち、ふわふわのもっちもち。 iPad の充電切れた。やだ、お母さんとこれ充電しながらやってるの。あって、全部一緒。ちょっとやって。チキンカツと青だし唐揚げ。ちょっと早くやって。そっちにやって。唐揚げ1個ちょうだい。唐揚げだと弁当250円の弁当てか、でかいよね。でかいよね。ちょっとこれよりすごいなんだって。これそう見たけど、これはすごすぎる。これ2個買ったからね。え、どれ。カツカレー。これはすごいでっかいよね。ちょっとさ、少しずつちょうだいね。なんで少しずつ。これお母さん一人食べるの。動画で全部一人で食うの。バカじゃねえの。